あれ皆さんこれなんかあれですね、なんか日本語になりましたね。日本語というかカタカナというか、ホクラプリテンス。ホクラってホクラ市民、ホクラ市民 FX、 これやばいな。これワンダーシビックですよね。ホクラがホンダですね。ホクラアンテグラ、ホクラおもろいな。トヨタは、あ、そうか、トヨタは横田ですね。あれ、スバルちょっとマーク変わりましたね。はい、ということでですね、今回はミッドネットレーシング東京をやるんですが、このですね、シボレーのコルベット、4って感じね、C4 か。C4 ですね、コルベット C4 かな。はい、こちら、マックススピードがですね、こう振り切ってると、いうことで、どんな速さなんかなって、まあ、気にしてる人もですね、まあ、中にはいてると思うんですよ。まあ、僕はすごい気になったんでこれ買ったんですけど、まあ、371万ということですね、まあ、かなり高いんですけど、これですね、まあ、結論言うとめちゃくちゃ速いです。はい、これで今回はですね、首都高速、ちょっと運転していきたいと思います。めちゃくちゃ速いです。今回ですね、やりたいのはやっぱりですね、もう一番この稼げる、何やこれ。ふざけてるなこれ。まあこれです、これに行きます。さあ、ですね、これちょっと見てもらって分かるんですけど、チャーラントコルセット Z4 って書いてます。もう意味が分からないです。さあ、ということでですね、行きます。さあ勝てるでしょうか。まあやっぱりですね、重要なのは、やばい、くわ。はい、ということでですね、ちょっとさっきかなりミスったんでやり直します。かなりミスりました。まあ要するにですね、まあ、走るコツとしては、200キロ未満は4速、まあ、3速もしくは4速で、まあ、200キロ超えたら、まあ、5速に入れちゃいましょうという感じですね。で、まあこういう危ないところは、まあ、早めにブレーキしてですね、まあ、やっぱりこの壁にぶつかるっていうのが一番減速するきっかけになるんで、それはですね、できるだけ、まあ、防ぐといった感じで曲がるというのがいいと思います。まあ、あとはですね、このコーナー何キロぐらいで、ま、曲がれるかっていうのも覚えていけば、さらにですね、コーナリングスピード上げていくと、ブレーキングもギリギリで済むようになりますからね。あ、ちょっと危ない。まあ今のところですね、目立ったミスはないです。若干壁にはぶつかってますけど、で、まあこれ今ですね、シフトモードでやってますけど、シフトモードでやらないと、やっぱりその壁にぶつかった時のですね、とっさの、まあ、対応とか、あとはそのエンジンブレーキを使うとかっていうのがしにくくなるんで、まあ、できればシフトモードでやった方がいいですね。シフトモードというか、まあ、セミモードかな。まあ、ちょっときつめのコーナーをですね、3速ぐらいまで落とした方が、対応しやすいかもしれないですね。もうそのまんまでいける感じだったらすぐに4速に戻せばいいので、まあきつめのカーブですね、3速ぐらいまで落としちゃいましょう。で、200キロ超えたら5速に入れる。はい、ですよ。これぐらいの感じでですね、さっきも運転できたら、
まあいい感じのですね順位入れたかもしれないんですけど、ちょっとですね比較対象がないので、まあ何分でクリアできてますとかちょっとまあ分かりにくいかもしれないですが、やばい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 、やってもた。はい、ちょっとですね今やらかしましたけど、まあこういうことはですねよく起こりますんで、まあ、できるだけですね、まあ、覚えていく必要があると。ちょっと当たってますね壁に。まあ4分以内やったらだいぶ早いっていうことになるんかな。4分半、ここら辺気をつけないとこれ危ないですからね。さあ終わるよ。4分15秒、ということですね。まあ結構早いんじゃないですかね、4分15秒っていうのは。スピンがあったんで、それがなかったらあとどれぐらいかな、もっと早くなると思うんですけど、4分10秒ぐらい早くなるのかな。さあということでですね、次はこの方と戦ってみたいと思います。ね、勝ちたいね。あ、すいません、ちょっと発進の時にこうやってなんか重くなることがよくあるんで、気をつけないとほんまに大損こきますからね。特にこのシフトモードにしてたら一足で引っ張っちゃうとかですね、そういう可能性もあるんで、まあ、ちょっとできれば次はですねちょっとスピンなしで、まあ、さっき4分15秒やったんでそれよりですね早くゴールしたいですね。やばい、ちょっと滑っております。まあ、やっぱり後輪駆動なんでちょっとですねこうまあ、滑ったりとかっていうこともあるんですよね。だからその部分はブレーキでですねちょっと補っていかないとダメかなという感じではあります。さあということで2戦目、結構順調ですね。 6% の差がついてます。ちょっと相手の車がですねどういう速さの車なのかというのを分かってないんですけども、とりあえずはいい感じよ。まあ曲がるときにですねアクセルを抜くとか、まあ、ブレーキしてですね減速するとかそういうことが肝心なわけですね。そういうことが肝心です。やばいやばい、怖いね。やっぱコーナリング時にですねアクセルを抜くっていうのはこの後輪駆動車ではだいぶ重要なことなんかなと思いますよね。どうしてもちょっとスピードが乗ってて、例えばですねちょっとギャップとかがあって跳ねたりしたら一気にグリップ失われるとかにつながってくると思うんで、まあ、あとは壁にぶつかるとかですね、そういう時にだいぶ危ないかなと思うんで、やばい、まあ、できるだけですねいいとこいいところ曲がりやすい位置というのをですね見つけて、ちょっとイン寄りがいいのか真ん中がいいのか、そういうのをですね探りながら、まあ、走るとですね、まあ、だいぶこうスピードもですね乗るようになってくると思います。
だいぶ乗ると思います。今だいぶ乗ってます。もう僕は今はちょっとミスりたくない、本当にミスりたくない状態です。これがですね、首都高速のですね、楽しさですね。今ミスりたくない状態に入っております。危ないよ。何分？おお、3分47秒。これは4分切りはきついけど、4分近いとこ行ってますね。もうちょっと攻めれたら4分切りもできたかもしれないです。はい、終わり。あ、4分10秒か。なるほどね。そこ4分5秒とか出したかったですけど、はい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 。ですね、かなりの速さやと思います。ちょっとですね、ここにあれかな、このランキングボードみたいなのが見れますね。これ名前書いてるやん、ここに。カーケルチャーラントコルセット4分10秒。はい、カーケル名前書いてあります。9位にいました。そうですね、4分切ったらやっぱだいぶ早いですね。ただランクインするでも、4分ぐらいがランクインの、基準になってくるんで、十分ですね、このコルベットは速い車というふうに言うことができると思います。はい、ということですね、コルベット C4 いかがだったでしょうか。ちょっと高い車にはなりますけども、気になってた方はですね、ぜひ買ってみてください。ということで、よろしくお願いいたします。